塩谷氏、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 塩谷氏は、日本の氏族、氏姓における塩谷の読み方については、一般的には、塩谷だが、ケ屋国塩谷郡を発祥とする塩谷氏が、塩谷と名乗っているほか、塩谷、塩谷と呼称する塩谷氏もある。宇田源氏の塩谷氏とは別である。 源の義親のこの堀江頼泉が下谷国塩谷軍に下り創始したのが潮谷市である。これは塩谷軍が大化の改新の古くから潮谷と呼ばれていたことに由来している。平安時代中期に編纂された和名書では潮谷と注釈されており、これを示すいくつかの和歌も残されている。そのため、下屋国潮屋軍を拠点とした潮谷氏は、 塩の屋と名乗った。富士製塩谷氏の初代である、塩谷友成も、上級期末期一において、塩の屋氷へともと記されており、さらに、江戸時代末期に編纂された、下屋国市にも、塩の谷とあり、江戸時代に至っても下屋国塩谷軍の塩谷氏は、代々、塩の屋と呼称されていたことがわかる。その直系の子孫も、塩の屋と名乗り、 地名としての故障が塩屋に変わってからも、市政の故障は塩の屋のまま現在に至っている。塩屋僧を支配したと伝わる生は源氏の一族。塩谷氏の系譜や伝承、軍機物に見られ、かつては伝説の存在とされたが、現在では存在していた可能性が高いと推定される。ただし存在を裏付ける確実な同時代資料は存在していない。 八重田氏によれば、源義親の子である、堀江頼住が、父のために流罪となり、大治五年、千百三十年頃に下谷国氏親軍に、下り塩谷総治として、塩谷氏を名乗ったのが、始まりと伝わる。ただし、その頃には頼住は没している。可能性が高く、八重田氏の、この見解については、年代の整合性を検討する必要がある。なお、経図の書伝では、 キツれ川塩谷慶図は、吉地下の討伐後に、よ住がゲアエル在となり孫のおもんみ、大が塩谷少将を名乗ったという書伝を記載し、一方、秋田塩谷慶府は、堀江よ住が塩谷総除として、塩谷正総氏したと記されいる。塩谷総三十三教三万八千町を支配した。巨城は、堀江山城と、狛江丸城の両説がある。しかし、 五前バル城の追記年代には二節あり、一節は、築城者とされる、塩谷頼住が存命しない、自称樹英年間の築城とする説であり、矛盾があるため、この点において、もう一節の昭和四年、1315年説が有力とされており、この場合、堀江氏の時代には五前バル城は存在していないことになる。しかも、仮に、 自称樹栄年間の午前建築城の年代が正しかったとしても、塩谷氏はその半世紀も前から塩谷軍を支配しており、当然、午前建築城以前の居城があったはずで、少なくとも五前原城は塩谷氏の最初の居城とはなり得ず、さらに平成の発掘調査によって、五前原城の追近年代は1400年初め頃と推測されたため、 より年代の近い昭和四年追記説が有力となった。一方で、堀江山城説では、後に駒江原城となる旧塩屋群画に、塩谷頼住が滞在した後、堀江山城を築いて移り、五代の間、堀江山にあったとしており、堀江さんの名前からも、堀江市の堀江山城居城説の有力となっている。菩提寺は、縦祭り墓として、寺山観音寺、 梅墓として六房寺の両母制であったと言われているが、定かではない。五代目朝木に子がなかったため、宇都宮行綱の次男、竹千代、友成を養子に迎え家督を相続させ、原生塩谷氏の時代は終焉する。しかし、本家では、原生塩谷氏は断絶したが、その血統は、塩谷これずみの次男、これ広の子孫によって維持された。 同じ塩谷軍のキツレ川の大倉が先城を中心に三千丁の領地を支配し、厳正塩谷氏の血統を守り、これ広は自称、樹衛の乱、源平合戦に参戦して、先行を挙げ、鎌倉幕府に厳正塩谷氏の地位を確立していくが、その後をもんみ、守が和田合戦において、和田義盛に同調して討ち死にすると、キツレ川塩谷氏は、鎌倉において、地位を失い、 その勢力が大きく衰退する。そして、おもんみ、守るの老いである四代おもんみ縄の時、おもんみ縄に死子がなかったことから、藤聖塩谷氏から塩谷忠友を、無こう用に迎えて、家督を継がせることになり、ここにおもんみ広の子孫により過労うじて守られてきた、厳正塩谷氏の血統も断絶し、厳正塩谷氏は、完全に途絶えた。厳正塩谷氏の最後の当主、 長儀の養子となった竹千代が元服して友成と名乗り、家督を継いだことで、富士製塩谷氏の歴史が始まる、秋田塩や慶府。友成は、子として養子になったとも伝わる、木連川塩や慶府。富士製とは、友成の実家である宇都宮氏が、藤原氏の羊であったためである。友成は、堀江山城の山続きの北側500メートルほどの山頂に新たに、 川崎城を築き居城とする。母大寺は、長江寺。富士聖塩谷氏は、約260年から300年間にわたり続くが、欧永30年、1423年8月9日、京綱の時、関東久保を、足利持氏と結び、宇都宮氏に無本寺の宇都宮当主、宇都宮持綱を、寺良の甲岡原に狩りに招いて殺害。 この三十五年後の長六二年、1458年5月8日、今度は、京綱が和睦を口実に、宇都宮城に招かれたところを殺害され、藤瀬塩谷氏は衰退する5月13日に、宇都宮城からの帰りの氏家で撃たれたと記す文献もあり、強行殺害により、藤瀬塩谷氏時代が終焉するが、その経緯には二説がある。京綱の死で、 富士生氏、大谷氏が断絶し、宇都宮正綱の四男矢五郎が名跡を継いで、宇都宮氏の影響下に入ったとする説、下野国初州、塩谷慶図と京綱の子に龍綱があって、文明年、千年、1478年正月18日に塩谷矢五郎を養子に迎え家督を継がせたという説、秋田塩谷慶夫である。後者の説では、この養子関係によって、 宇都宮市と塩谷市は和睦したという。高津は、富士星塩谷市と同族の宇都宮市着流の出身なので、富士星であることには、変わりないが、ただし高津の父の正綱は、は賀し、清原星からの養子、それ以前特別して、重教塩谷市、最高塩谷市などと呼ばれる。秋田塩谷系府では、吉高と義康の間に時綱、 冬綱、通り綱という三人の当主がいたとする。ただし、後世において、功績のあった塩谷氏の一族のものに、当主の地位を追贈した可能もあるので、完全に架空の存在であるとも言い切れない。また、吉道については、義公が家督を継いだのは、天正二年、1574年11月のことで、あり、吉高の死去から10年のブランクがあるため、性質の子である。 儀功が元服するまでの間、つなぎ的に、塩谷氏の当主であった可能性も指摘されている。一説では、時綱が義高の弟で、結城春友と戦って打ち死にした、乙つ、はたまごこと、塩谷義を、冬綱が高伸、通り綱が吉道とも言われている。塩谷氏は、重教塩谷氏の時代に入り、永6七年、1564年10月7日に、 吉高が弟の高信に殺害され、川崎城を奪われて、以降内紛が続き、天正十八年、1590年には、家臣の岡本正地に独立されるなど衰退していく。そして、文禄四年、1595年2月8日、塩谷義綱には、豊臣秀吉により改役が言い渡される。刑府に理由の記載はないが、 この2年後に本家である宇都宮氏も改役された事実と合わせて考えると、豊臣政権内の清掃に巻き込まれたものと考えられているが定かではない。また、塩谷氏については、小田原征伐の際、直接参事にしなかったために改役されたとする見解もあるが、議校は天正17年、1589年6月29日に上落して、秀吉に教順の意を表しており、 小田原征伐では、病題として、家臣の岡本正鹿を派遣していることから、この時に改役になったとは考えがたい。文禄四年、1595年に改役されたが、すってぶちとして戦国が義公に安堵された。しかし、義公はこれをすって出奔し、義公、諸兄の義道が、岡本正鹿の老いであり娘婿である関係から、この戦国を継いだと。そして、 吉道の後は、次男、塩谷総重郎が家督を継いだ。しかし、その保身は、昇法元年、1644年3月10日、老いの岡本義政の暴略により、殺害、泉騒動され、この騒動の結果、岡本義政と共に、野州塩谷氏は改役となる。その後、誉の三男安政が、桜田御殿徳川綱重に仕え、 後に三十票淵の幕臣となり、吉道流の塩谷氏の名脈を細々ながら保った。だが、安政から数えて五代目、塩谷正義の代になると、正義は幕府内で飛躍的な出世を遂げ、大阪や九州の十五万国の天領を支配する北の大官となり、最終的には西国軍内にまで出世し、その加盟を下野国にあった祖先の塩谷氏の頃よりも、 高く轟かせた。正義は、後に、北の明大官として称えられ、地元の人々に、塩屋神社を建てて検証されるなど推計される、存在となった。義港は、改易となった後、慶長2年、1597年正月2日より、北立国の佐竹義信に仕え、慶長7年、1602年に、佐竹氏が、出和国に天保となると、これに従い、 では国平家群横手に移り十二所上代を務め、子孫は佐竹氏の過労職などを務める。しかし、その最後の当主である、御綱に子がなかったため、着流は明治時代に断絶する。一般的に、塩屋と読み下す塩谷氏である、武蔵七党の一角を占める小玉党の本宗家三代目、小玉武蔵小森家行、有道智政の次男、小玉次郎や縁、 後の塩谷平太雄也園が、武蔵国小玉郡塩谷郷、若泉省の塩谷、現在の埼玉県本城市小玉町塩谷地を、父から与えられ、子孫が土着して、塩谷を名乗ったことから始まる、小玉等を構成する氏族。従って、藤原姓とあるが、本来の初姓は、有道姓であり、十二世紀中には塩谷を名乗っていたものとみられる。 小玉統計塩谷氏の活躍については、原平清水記などの資料に見られる。小玉町には、源義経の居所を、小玉統計塩谷氏が、ましも元とと共に襲撃たとの旧家の伝書もある。武蔵七統計図では、着流を、家園教園教皇、小玉次郎としている、複数系図が存在しているため、断定はできない。また、の子、谷これひろは、 一の谷の戦いに参戦し、欧州合戦にて戦死し、これ広の子、サブロウコとその子である、六郎光ひは、共に、建略三年、1213年5月2日の、和田勝戦時に討ち死にしたと伝えられている、武蔵国小玉軍師。塩屋系図によると、伊エの子、内行、民部大部は、上級の乱の時、宇治川で死去したとあり、 年齢は七十一だったとある。その子息である家朝、通称太郎、江門城は、歓喜年間に死去したと記述されている。なお、小玉統計塩谷氏は、伊勢国と秋国の所領を得たが、本願地である小玉郡塩谷号は、室町時代には、阿保氏、担当の一氏族の所領となっている。小玉統計塩谷氏は、小玉氏と同様に、 秋国へ辞党として移住した者がいたとみられており、当国の野美党の辞党として、文書に記述されている。児玉氏と同様に瀬戸内に出没する海賊や、悪党を取り締まっていたものと考えられる。内縁の兄である家、広氏、児玉党本州下四代目は、児玉軍の栗崎の地へ行き、長子を名乗り、弟の親へは、富田の地へ到着して、富田氏を名乗った。したがって、 小玉統計塩谷氏は、少子、富田氏と同族である。塩谷と読み下す塩谷氏である。縁谷と読み下す塩谷氏である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。